水分吸ってね、ちょっととろみが出てくるんですね。このとろみ大事。これの朝飯だから。はい、どうも、くたびれた中年です。今日はですね、僕が朝ごはんとかによく食べてるオートミールのあれをちょっとやりたいなと思って、今日はオートミールで作るね、きのこクリームがゆです。楽ですよ。なんでやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。材料はね、このオートミールですね。オートミールが大体 30g で1人前って言われてるの。 30g 豆乳ですね。僕無調整が好きなんで、無調整、調整豆乳でもいいです。しめじね、1個 100g、 水、そんだけ。じゃあやっていきますね。今日は僕お酒飲まないんで、イオンウォーター飲みます。甘さ少なくていいんですよ。独身の一人暮らしってこういうのが楽なんですよね。なんかご飯炊く必要ないので、キノコもバラバラにする、切ってバラバラにするだけ。キノコ好きなキノコでいいですかね。舞茸とかなんか好きなキノコでいいです。余り物のキノコ。じゃあちょっと火かけます。じゃあ炒めていきます。これバターね、バター 5g ぐらい、 10g だと結構多いので 5g ぐらいにしましょう。脂質もね、あんま取りすぎると太っちゃうんだね。じゃあキノコをね炒めていきます。なんかいつも の料理動画うるせえなって思う方いると思うんですけど、そういう時はレベル0を見てくださいね、これね。じゃあキノコ炒めますか、これ。で、これ塩コショウ、別に何でもいいです。余ってる。マッシュルームとか余ってるの。それでもいいし。キュッと縮みません。キノコたっぷり入れるとね、腹持ちがいい。オートミールの一番いいところは、手間かかんないんですよね。豆乳ね。僕は 200cc 入れます。はい。で、牛乳とお水。牛乳じゃねえ。で、ここにコンソメね。コンソメが大さじ1とちょっとぐらい、ちょっと山になるぐらいね。はい。でふつふつ沸いてくるんで、よいしょ。でふつふつ沸いてくるんで、こうなったらオートミール、もうこのままザラッと入れちゃう。たっぷり水分ね含ませた方がね、うまいっす。結構ねいい感じになるんですよ。でこれ炊く必要ないで、鍋一つでできるからすごい簡単なの。オートミール入れたらね、この火加減で3分ぐらい煮るとすごいいい感じになる。今日はね、そこまでひどい二日酔いじゃないんで、不愛想なおっさんみたいな感じですけど、本当にひどい時はひどい、みんなそういうもんじゃねみたいなね。オートミールがね、この水分吸ってね、ちょっととろみが出てくるんですね。このとろみ大事。オートミール入れてから中火で煮て、とろみがつくまで2、3分。これめっちゃ美味しい。こんなね、ふつふつふつっていってきたら完成。かなりとろみがついたでしょ。オートミールの力なんですこれ。ビタビタっといいでしょ。これの朝飯だから。でちょっとパラッと、独身男性の、朝食です。はい、それじゃあ食べます。オートミールのプチプチ感がいいんだよね。味はね、めっちゃ濃厚。これなら米よりこれの方がいいんじゃないかなっていう。キノコってカロリーほぼゼロなんで、いつもめっちゃ油切ったやつとかめちゃがっつりした飯食ってますけど、裏ではこういうの食ってるんで、皆さん騙されないでくださいね。オートミールって 30g で満足できるんですよ。ご飯だと大体 100g のお米を炊いたものじゃないとお腹いっぱいにならないっていうふうに言われてて、オートミールっていうのはね、水分を吸って膨らみますんで、満腹感を
ね、刺激して植えるっていうものなんですよ。だからお米 100g とオートミール 30g だったら、オートミール 30g の方が糖質もカロリーも全然低いんで、でお米 100g とオートミール 100g だと、これ実はねオートミールの方がね糖質高いんですよ。米のようにオートミールを食うんじゃなくて、むしろオートミールに適した水分を含ませて満腹感を刺激する、そういう料理をちゃんと考えながら作っていくと痩せます。クリーミーなんだけど、ここにタバスコちょっと加えると食欲増すんですよ。うん、この酸味で飽きずに全部食えますね。うん、こういうところで気をつけておかないとブグブグに太ったりとかしちゃうので、結構気をつけてます。皆さんも同じ失敗作ってもらわないんですけど、こういうのたまに入れた方がいいと思います。35歳独身のイラニアアドバイスでした。ということで、味はめっちゃうまいんでやってみてください。なんか俺太らない本とかさ昔出しちゃったからさ、太ってるとさなんか、いやいやお前太ってんじゃねえかって言われちゃうから、太れないんだよねもうね。いつもなんか動画に出てる時に太りましたみたいなすごい言われるんだけど、あれね体重変わってないからね、俺酒でむくんでるだけだ。じゃあキノコをね炒めていきます。このリュウジのバズレシピの動画の初期の頃のテンションだったんで、二日酔いで、サムネイル二日酔いって書いてあるやつは大体こんなのなんで、そういうの見てください。